はい、どうも、赤大好き、友がお送りするまったりマインクラフト。前回、ラストで糸を取りに来た結果、馬が落下するという事故に遭いまして、落馬注意でございます。それに伴い、私は今から馬を救出するべく、ちょっと頑張らなくちゃいけないと。馬を守るべきか、サドルを取るべきか、悩ましいところだけど。そんなことはしないぜ。いや、うん、出ちゃいけない気がする。出ちゃいけない気がする。手綱がねえんだ。致命的。OK。とりあえずお前。とりあえずこっち来い。とりあえずこっち来い。どっちだ。照らしてるってことは、お前、あれ、地下だろ。地下だろ。多分だけどさ。どっちだ。どっちだ。どっちだと思う。なんだこの穴は。よし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 、すぐ出してやっかな、すぐ出してやっかな、待ってろ。 OK、 はいはいはい、でここでいいや、ここ開けよう。馬、大丈夫か、馬っつっちゃった。名前を募集します。名前を募集します。名前が決まらない場合、彼、いや彼女の名前はリョウという名前になりますのでね、よろしくお願いします。こんだけ上空いてればいけるか。あ、待て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 、わがままだな。違う、もう これ押してるつもりはコープスキー押しちゃって、なんかこう上がこうなっちゃってwwww って出てきちゃった。おやすみ。いや、とっさにねシフト押せないの俺で、慌ててさコープスキー押しちゃってさ、これ上見えるかな、上見えないかな、見えるか、これで見えるかな、これで見えるかな、上にねこうやって出てきちゃう、ダブ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 って。 OK、 家の中に立つのじゃない、糸あんじゃねえか。こういう時に馬に乗ってきたいわ。用持って分解できなかったっけ。あ、くっつけると用もなんだ。くそ、そうだ、前も言ったそれ、だいぶ最初の頃言ってたわそれ。用も分解して糸にできないかなっつって、糸をくっつければ用もになるのにっつって言ってた気がする。最短ルート、最短ルートで行こう。最短ルート、最短、最短はどこだ、最短ルート、最短ルート、最短っていうほど最短がねえな。飛び降りてって言うと土がめんどくさくなるから、普通に降りていこう。いや、最短あるわ、こここう行ってすぐ左に行く。ここ入る、OK、入る、早く入って、早く入って、降りて、降りて、降りて、ちゃんとちゃんと閉める、こういうの大事、ちゃんと閉める。 OK、 OK、
私は経験値を舐めてもらったら何度死んだと思ってんだよ。経験値見たか見たか、この死に慣れたおかげで一瞬で導き出したぞ。ここにあるってのがね、声が聞こえた、うん、道具たちの声が聞こえた。多分なくなっているけど、それをね、後々カウントしてくれてる人がいるから、ね、カウントしていただいてるんでね、あれとあれなくしましたよっていつも教えてくれてるんでね、本当ありがとうございます。知らねえもん、知らねえもん。いいと思ってくるわ。いいと、この辺いいと置いてないから。この辺ないかな。この辺ないかな。ないみたい。ないみたい。いいとないみたい。この辺を動かせて。いいとはないか。いいと3個しかあっちないでしょ。いや、あるんじゃないか。こっちに1個あった。へぇ。結果ほら。実家の方に1個あって、デパートの方に1個あるから3個あるから、トータルで4つ、そしてスライムボールもあるから完成。そして畑から出す。 OKOKOK 手綱作んねえで持ってくるって話なんだけどさ。はい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 、あるじゃない、リード。うん、糸は必要だから集めた方がいいですよっていうのが今頃しみるね。いただくぜ。はいはいはい、オッケーオッケー。はいはいはい、危ない、こういうとこ塞がないと。いやー大変だ。経験値をね、最近結構貯めてたんだけどね、ね、エンチャントテーブル、もう作り方知らないんだけどさ、ダイヤモンドが必要っていうのをしか知らないんだけどさ、あとの素材何なんだろうね。ダイヤモンドだから黒曜石とかだろうな多分。まずい、冗談だろおい、サドル持ってあいつ行っちまいやがった、水の中。いや、こっちだ。声がするサドルサドルいた、サドルサドルで、サドル、いや、リオだ、ごめん、うん、背中の名前を呼んでしまった、ごめんごめん、いや、ごめんな。ごめんな。一人にしちゃってな。ごめんな。寂しかったか？大丈夫か？ごめんな。いやー、とく、寂しがり屋だな、お前は。と、もう困らせやがって。あ、おいで。早く。はい。あー、テンパった。うん、テンパった。早く飛び込むとこだった。サドルだっつって飛び込むとこだった。危ねえ、危ねえ。声のする方向へ行ったらいたよ。上か上かと思って行ったらね、見たからよかった、こっち向いてた、ここだよって言ってたからね、よかった。手綱を作るのにこんな大変な思いしなくちゃいけないのか、辛いぜ。とりあえずあいつを連れてこよう。あいつもね、赤い毛の羊だな。ここから釣り上げてやる。オッケー、釣り上げられなかった。おいで、はい、おいで。お前なら来れる、知ってる、お前なら来れるんだ、大丈夫、ギリギリか、ギリギリだな。よし、ギリだ。あ、消えた、消えてない。あ、消えた、消えた、うん、消えた。
いいね、この羊飼いみたいな感じ。カーボーイ。カーボーイみたい。オッケー。あ、ちょ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 。ちょ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 。いくぞ。なんぞ。はい。ゲット。飛んだぞ、こいつ。三段飛んだぞ。マジか、こいつ。すげえな。3段じゃねえ、4段だ。1234。すごい便利。枠、あ、いいね。いいね、そう言ってくると助かるわ。さあ、羊を増やそうか。いや、待って、羊小屋を作ろう。羊小屋ってか、あの辺一帯をさ、まあ、そのためのね、これだから。白樺の木、大量に集めてきたけど、あそこにある白樺の木はね、おそらく、全部ね、こうして、フェンスになるために、危ない!フェンスになるために生まれてきてるんだ、あれは。ほい、ほい。嘘だろ、ほい、嘘だろ。それで33個とかないわ。だいぶ使ったよ今。こんだけ使ってそんなしかなんない。うそ。しかもたった45個かよ。マジかよ。おい、あんじゃねえか。違うとこ見てた。危ねえ。危ねえ。作るとこだった。作るとこだったじゃねえ。また行くとこだった。また取り行ってね。ちょ、足んない足んないっつって言うとこだった。よし。結果的にね。あっちを潜るためにツルハシを作ったから、結果的にオーライ、結果的にオーライ。ちょっとあのマナーモードの音ならないでくれるかな。マナーモード解除したされてるし、あ、掘っちゃった。あ、オッケー、掘っていいとこだ。はい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 。でここを掘って土で植えて、土、岩山をえぐろうとした判断が間違ってた。土の山とか砂利の山をえぐったはもっと楽だった。あっちに作ろうかった。建設面ではあっちの楽だったか。ミスったな、俺としては。判断をミスった。土以外に、なんか畑になる素材とかないのかね。あったところだけど。うん、土ほど楽に手に入るものはないからね。非常に参ったぞ。ツルハシがとりあえず大量に必要なのか。4つ買いますか。はい、こんぐらい必要だから。おやすみ。何、おやすみ。何、夜だぞ。おやすみ。何だと。おやすみ。おう、おやすみ。何だと。何だと。夜だぞ。はい、ちょうどいい。ここにね、こうやってガラスをつけることによってさ、ここから夜空を眺められるんだ。ガラスをくれ。こうやってね、夜空を、降り注ぐ満天の星空を、こうやってガラスも降り注ぎ、2個無駄にしまった。こうやってね、おやすみ。はい、さす。木全部使っちゃって。と見せかけてって。大丈夫、まだある。トラップドア。ドア、トラップドア。ドアといえばね、最近ドアっていうアプリにハマっていてね。ハマっていたというべきか。1、2、3をクリアしてね。4をやる気にならない。あ、こっちでいいや。登れるんだっけこれ。大丈夫だっけ。
さ、こういうところでさ引っかかって登れなかったイメージがある。あれ今足を取った、取ったね、オッケーオッケー。ちょフェン、白樺のフェンスでいっか。ここ、こうやってね、こうやって、ああ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、こうやってね、こうやって、いや、なんか違うな、こっちじゃなくてこっちの方が綺麗だな、並び順的に。うん、あ、いいね、いいね、いいね、ほぼ完成。あぶねえ、ほぼ完成。こっちはね、そうやって入ってね、はい、見えると。オッケー。あ、そう、赤いからあんま外見えないんだけど、屋上登れるからあんま意味ないんだけど、秘密の、秘密の個室みたい。秘密の個室がある、こう、なんかシェアハウスみたいじゃん、この家。シェアハウスみたいなんだけど、ここに住んでる人のみ知ってる、この最初からいる人のみ知ってる、この秘密の個室、この 密室で、この密室でね。で、この家数人のみ知ってる、この上に行ける部屋、この部屋には数人しか来れない。で、ここ屋根作っちゃうから、壁みたいにして、完全にここから上に登るときの、ここにはここからこの端っこで来れるっていうのはみんな知ってるし、ここに登れることもみんな知ってる、シェアハウスの人だけど、このここにある屋根の中に入れるっていうのは知らない、誰も、誰も、そう、俺しか知らないんだ。てーい、オッケー、ちょ、足りるかな、この白樺フェンス、そのここまで掘らなくちゃなんだな、きついんだな、ここを掘らなくてよかった、掘らなくちゃいけないとこか、掘ってかないとわからなかった。もう綺麗にしていく、いやー、疲れちゃった、久しぶりに撮ると、2本連続で撮るのも久しぶりだからさ、疲れちゃった、容量が、まあまあまあ、あんなことがあったから疲れるさ。鉄のツルハシとか作っちゃおうかな。いや、まだ解禁しちゃいけない。そう、まだ俺は初心者だから石のツルハシで十分だって。いつ死にかかってもんじゃねえ。テンパらずにシフトを押せるようになったらな。整地っていう作業は地味だけど好きだな。綺麗になっていくじゃん、こう、こうなんかね、デコボコしてるところが ゆっくりだけどさ、すごく地味な作業だけどさ、こう綺麗になっていく感じ好きだわ、うん、部屋の掃除とかは基本あんまやる気起きないんだけどね、やり始めたらね、とことんやるタイプ、なんなら部屋の模様替えまでしちゃう感じ。掃除してそのまま模様替えに移行しちゃう感じの、そういうそういう感じ、うん、かつてそういう3回ほど模様替えをしたよ。だからね、だからこそなんかあんまやる気起きないの、掃除いろいろやりたくなっちゃうから、で時間がないみたいな感じになっちゃうから、大変だ、疲れたわーつって、あー綺麗ってなるんだけどね、めんどくさがりな部分が出ちゃうから、あとあと、うん、そうそう、掃除しようかな、いやでもめんどくさいなってなっちゃう、あれやってこれやって、あれもやってってやんなきゃいいんだけどさ、どうしてもやりたくなっちゃう、なんなら最近また模様替えしたくなってきちゃったけど、ただね、模様替えのしすぎてね、配線の位置とか考えずにね、ここがいい、ここがいいって置いちゃうからね、うん、テレビのコンセントのと
かさ、 PS3 のコンセントの位置とかさ考えずにやってるからさ、ぐっちゃぐちゃなの。そこがぐっちゃぐちゃになるのが嫌な。掃除終わって模様替え終わった段階では綺麗なんだけど、コンセントとかを差した瞬間汚くなるの。うん、なんかそれムカつくんだけど、もういいやってなっちゃう。逆に今度めんどくさがりだから。うん、そろそろちょっとこの作業に巻いてきた。ここまででいいかな。とりあえずここまでにしようか。あんま、この出っ張りは気になった。とりあえずあの階段と揃えよう。階段と揃えようじゃない。ここの列まで行こう。ここの列。この列は終わらせよう。で、外出時を増やして、どんどん増やしてってやって。そうだな、子供のうちはあんま遠く行かないから増やしとくか。親から離れないからね、遠くには。もうそろそろできるからさ。はい。まあ、ピンクのも必要だからね。ピンクも作っとこう。当分ここから離れないからね、この子たちは。OK。そしたら、階段の位置どこだ。ここで1段目か。1段目だよな。OK。一応なんか揃えとかないとさ。なんかね、なんか嫌だなって。で、ちゃんと、隠れるようにしたい。この列だね。OK。ふぅ。できるだけ雨に当たらないようにしてあげたいけど。小さい範囲でやらなくちゃいけないことに今気づいた。土がねえから取り行かなくちゃいけなくなっちゃうから、とりあえずちっちゃい範囲でやって完成させていこう。こんなもんだろう。いや、もっと大丈夫だけど、とりあえずね。案外こんなもんだったな。本当にこのぐらいのサイズで作んないとダメだね。とりあえず土がないや、取り行けばいいんだけどさ。その作業ほど辛いものはないよ。鉄のシャベル持っていく。確か倉庫あっちのデパートの方に入ってるやつってあれ確か効率化の方ってあったから、あんま壊れないんじゃないか。金床とか作れば直せるんだっけ、壊れても。一応さ、シャベルとかさ、この耐久値の減ったものと斧とかをさ、くっつければさ、回復する、直せるじゃん。ちょうどだった。直せるけどさ。はい、OK。一応直せるには直せるんだけどっていうですね。エンチャントしてるやつは直せないじゃん。エンチャント消えちゃうからさ。もったいないから、エンチャントテーブルを作るなら、金床もセットで作った方がいいんだろう。むしろ金床って直せるんだっけ。直せたような感じもしたような気がする。俺、金床使ってないんだ。フレンドは PS3 で使ってた。PS3 でね、フレンドとやったときは。フレンドの方はね、直してたんだよ、それで。多分。直せなくて普通に。壊れたやつと壊れたやつをつなげてたかもしんないけど。どっちだったんだっけな。まあ、覚えてないんだな、それが。残念だけど。とりあえずその経験値をいただいておこう。はい、ごめんね。よし。とりあえずこれで完成。部分的にだけど完成ということにして。よいしょ。もっとか。ちょっと暗いけど、ここだけ完成させちゃおうか。不安だけど、ちょっと完成させちゃって。はい、これでね、
手に中入ってくれるようにもなってるから、はい、でちゃんとこういうとこもね照らして、こう入り口になるから、フェンスゲート用のとこでね、オートフェンスゲート位置があれでね、勝手にたまにこう連続で置いていくとこういう風に間抜けちゃうんだけど、これねちょうど一マスだからね、そのままオートでフェンスゲートを置けるようになってるから、オートシステム採用。あれ子供生まれて、あ俺がさっき子供がいたんだ、おやすみなさい、おはようございます。フェンスゲートフェンスゲートフェンスゲート、これフェンス、相変わらずこれ分かんないんだよね、どっちだか。ごめんな、1話だけでな、あとでもっと増やしてやるからな、いや今増やしてやるよ、1話だけじゃかわいそうだ、寂しいだろう。 OK、はいはい、そいそい、はい、まだ草が伸びてないからあんま入れたくないんだと言いつつ、このねちっちゃい子羊ちょいについてきてくれるから、ほらちょ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 、OK、楽、何この、あーごめんごめん、外してなかった、もう一個リードどこ行ったと思って探し行こうとしたらしまった、大人になっちゃった、大人の階段登っちゃったのか、じゃ早くやめちゃったな、もう一個、もう一個じゃなくて、で逃げたけどね、いいんだ、時間です。なんかねアラームの方がアップデート入って楽になっちゃった、アップデート入ってね、一回アラーム鳴った後に あのストップウォッチなんだけど、ストップウォッチっていうかタイマーをこうセットして、まあ27分30秒でセットしてアラーム鳴るんだけど、その後ねもう一回開始ボタンを押すと、あの27分30から今何秒経過していますっていうのがね出るようになって、すごい楽なの、これ動画仕様なんじゃねえかって思うぐらい楽な、ここにあの草を引っ張ってこないとダメか、草の生えるあれがよくわからないからね、俺まだ、こうやって道みたいな感じにして、あいい感じいい感じいい感じ、なんかいい感じ、こうしようか、なんかいい感じ、これじゃなくてあそこのフェンスにつなげって話なんだけどさ、フェンスゲートにつなぐべきなんだけどさ、それはまあしょうがない、そうしょうがない、なんかいいな、はいごめんね、はいごめんね、ごめんね、はいはいと、ケイ羊小屋完成で、ちょっといいかな、君たち頭が邪魔で起きないんだ、一応ね、子羊ジャンプっていう技を使うからね、こいつら。ロック、子羊の上に乗って飛び越えるっていう技をこいつらたまに使うから。いけないんだよ。OK。こうすれば、ある程度、こいつら自身も安心するだろう。守られてるから。スカイハウス専用の羊小屋だよ。ピンク、ピンク、かわいいな、ピンク。待てー、出させるかい。お前邪魔なんだって、いい加減しなさいよ、怒るよ。何？フィッシュ、どこに？か
蹴る位置かわいい。上に頭にピトッつってくっついてる。いやいやいや、なんかちょっと待て、返せ返せ。はい、OK、これで一応ができたから毎回にしろよ。で、隣に牛小屋とか作って、ここはね、もうこれもうちょっとね、一旦シャットダウンします。逃げた時に大丈夫なようにね、この段差作ったけど、いらないから、すべては計算済みだ。逃げることなど計算されているんだよ、君たちが。25番目、あとは拡張するならこっち方面に掘って拡張しようかな。よし、まずは赤い木を持ってこよう。赤い木じゃねえ、赤いポピーと染料。一応こっちからも入れるようにしておこう。こうやって、で、出てちゃう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 、それ出てっちゃう。はい、君、はい、君、はい、ストップ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 。これ以上先は立ち入り禁止です。お疲れです。はい、はい、レバーも必要だった。違う。バック、バック、バック。骨粉。そう、骨粉も必要なんだ。骨粉で赤いのを増やして、それで染料を作るっていう予定だったのに。どんどんポピーが減っていく。悪循環。そう、えい、かっこいい。こっち、うん、畑も後で移動しないとな。置いたやつを取ってしまった。畑の位置どうしようか。畑の位置はあの滝の向こう側とか間とかでもいいよね。うん、もっといい位置がある気がする。まあ、とりあえずこっちでの養殖はいくらでもできると。あ、くそ、フェンスたぎちゃって。はい、アホはあげれたんじゃない？1,2,3,4,5。なんで5匹いて、この辺、こんなしか増えてないの。いや、もう入るわ、なんか。え、5匹いて2匹しか増えないってどういうこと？あそこに行く。5匹。うん、まあまあまあいいや。いいってことにしとこう。
リカスミ4つどうした？持ってきたんだ。そうだ、うん、あれ俺今どのあっち開けてるんだ。こっちだ。はい、OK。ネザー水晶のさ、棒とかないんかね。すんげえ大理石っぽい綺麗な棒、こういうツルツルのさ綺麗な棒ないのかね。真っ白い。したらどこ置こうかね。もうポストだからこの辺に組み込んじゃってもいいような気もするんだけどね。こうやってさ、こう鉄の扉とかさ、なんかお届け物があったらここ入れといてさ。あ、いいなそれ。届けるの俺基本俺だからさ、中まで入れないです。とりあえずなんかお使いハウスでなったらさ、ここ来てこう開けてポンって入れといてさ、よし行くぞっつってさ、できるじゃん。で後々なんか作業するようになったらここからまた取り出して中でこうちゃんと専用のを作って入れとくみたいな。それも悪くないな。そうしていいかな。こうポストでいいかな。こういうポスト。あ、入ってた。あ、階段下だっけ。階段下はちゃんとしたあのあれつけるから、松明じゃない、街灯、台東区からなんかいい位置ないかな。あ、ここに郵便ポスト、ここにポスト置くとなったな。なんかいい位置ないかな。あいつ自由だな、入ってきて出ていけよって。とりあえず出ます。おやすみなさい。というわけでね、そろそろ時間もいい感じだと思うのでこの辺にしたいと思いますが、ポストの位置、別の場所がいいというのがありましたらぜひというか、多分そこじゃないのは分かってるんで。はい、コメントお待ちしておりますのでね、どしどし。まあこのお使いハウスに関しては、りょうさんが、作ってくださいっていうか、いろいろなね、お使いを頼まれていたので、まあ、それだったら専用の家を作ろうかと。入れておくアイテムとかね、お使いで頼まれたアイテムの入れておく家を作ろうということで、こういうふうに作らせていただいたんでね。他の方でもね、もしこういう家などを建ててみてくださいとか、なんだろうな、まあ専用、ここに美術館は建てるんですけどね、まあ市役所がねえんだよ。デパートあって、オレンジがあって、芸術作品があって、でお城がここに建つと、でここに闘技場があって、でお使いハウス、かっこいいの、ここから見ると、でお使いハウスがあると、で美術館が建つ。こういう家を建ててみてくださいとかね、もしくは、まあお使いハウスなんですが、エアマルチプレイという新システムを搭載して、なんで乗ってんだやつ、ここか、システムを搭載しておりました、そのシステム内容はですね、まあこれとこれとこれを集めておいてくださいと、で俺が言われたものをこの中に入れておく、集めて入れておく、後々その素材を作って新しい家を何かける何の 8×8 で小屋を作って、で上は何階建てにしたいとか、そういうねことも指示していただければある程度できるんでね、全く同じというのは、まあ、できないと思うんで、基本、まあ、アレンジなしで本当言われたもののみを、言われた形のものを作ることもできます。アレンジ OK というのであれば、前回あちらに立てた街灯のようにアレンジを多少なり加えられるものなら加えてみたいなと思いますのでね、よろしかった
コメント欄もしくは ASK.FM まで、よろしくお願いします。そしてこの動画へのコメントや質問等もね、下のコメント欄もしくは ASK.FM までよろしくお願いいたします。大変長くなってしまって申し訳ございません。以上、赤手すきともがお送りいたしました。あばね。